まあでもこれが57分ぐらいになっちゃうかな、これ。この試合で57分8分ぐらいになっちゃいそうなんで。じゃやっぱこれでラストかな。さあ、初手現実いきましょうか。よろしくお願いします。のすのすけさん、対戦者。そうですね、日向坂口強かったですね、あれ。あんなに軽く出るとは。割と中盤ぐらいでしたけど、強いですね。おっと、相手まさかの B ゴマ。さて、まあ、種類揃えていきますか。すいません、多分おそらくこれで最後になると思うんで、土井屋さんとね、会長さんはまたね、次の機会にお願いします。何こいつ。なんかメイドインアビスにいそうなキャラクターですけどね、こいつ。メイドインアビスになんかこんなキャラクターいてもおかしくないんだよな。で、この試合が終わりましたら、メンテナンスが入るんで、新弱オセロニアの鑑賞会に入って今日は終わりたいと思います。で、その鑑賞する前に一旦トイレ行きますね。いつものトイレ行きます。おっと、めっちゃビーゴマ多くないこれ。こいつもビーゴマかな違うかなさすがに。マジ吉打ちまして、この試合終わったら一旦トイレタイミング入りまして、新着オセロニア見に行きたいと思います。サバさんマジっすか、モルンってこれエゴマかな、そこ行くの、てか、ちょっと待って、 B ゴマ多すぎない B ゴマ多すぎな件について、リルさん、まあそうだとは思いました。結構早くアポロン切ったあたりから、うんで、なるほどっすね。トーカさん、最初から3オーラで速攻リネス、だいぶですね、それきついっすね。初手3オーラからの S4 枚分投げはさすがに厳しすぎた。ナタデココさん、そうですね、ちょ、オフィンフィンタイム一旦入れますわ。一旦オフィンフィンタイム入れますね。さあ、ここに響きを置きまして。相手、こっからちょっと S 連打されそうですね。序盤にかなり B ゴマ相手使ってきたんで、こっから S ゴマかなり来そうな感じしますが、おっとそこに置いていく。まあ、盤面冷静に取りましょうか。S ゴマいきます。コンボスキル確定なんで、これで7000が確定していく。さあ、特殊ダメージを相手はカットしてますが、それはね、こっち関係ないんで、ほぼほぼ。まあ、ほぼほぼっていうか関係ないか。しかも、ここの、あれっすね、ミリウム。あと2回コンボスキー使いますね。さあ、相手はたまらずアポロンを使ってきますが、でもまあまあ食らっている。OK、ライフ来た。ロックいることを考えると、先に打つか軽く。あ、でも削りすぎてこれライフバーストが強くなりせずか。まあでもアポロンのコンボスキーで飛ばないですね。でここまで削っちゃえばロックでつら、ま、ちょっと待って。まさかのダブルチャージングデッキだった。しかもだいぶ溜まってますね、これ5000なんで。しかも飛ぶ。あと危ない、飛ばされたと思いきやギリギリ耐えていった。なんだそのデッキ、ダブルチャージングデッキだと。大変なした。ちょ、毒オーラも引き込みいたのか、地味に。ギリギリでしたね。大変なした。